じゃあ、よいしょー、しゃー、行きましょうよ。ねえ、いやー、頑張りましょうよ。酒入ってる。はい、酒入ってないですよ、酒なんか。自分もね、あの一緒によく言いますけど、このテンション見たことない。やりましょう、やりましょう、やり合いましょう、やり合いましょう。お前、やってないですよ、やってないですよ。どっかやけつを、やってないですよ。マジかよ、おい。やってないっすよ。やるお金もないもん。ないっすよ、お金も。いやー、今日ですね、僕のこのテンション見てもらったら分かると思うんですけど、ドーピング問題について切れ込んでいこうかなと。ドーピング、ドーピングについて。まあ確かに確かに。俺らといなかったんだね。え、あ、そうなの。そうそうそう、いや、国際試合が増えたということで、はい、あのドーピングを導入するという、はい、あとは筋肉増強剤、はいはいはい、あれがやっぱりこう体に負担がかかって、はい、やっぱこう良くないということで、うん、禁止になる、はい、それを取り締まるのにドーピングが始まったわけね。まあアメリカもそうだけど、はい、昔さ、アメリカでカンセコっていう選手がいたんだよね、はい、あのホームランを打った、はい、あれ1年目で日米野球来た時に、はい、ガリガリだったの。あ、こんな細い選手でメジャーでできるんだと思って、翌年見たらこんなになってたからね。いや、だからやっぱ筋肉増強剤っていうのはさ、すごいやっぱ体に負担かけてんだろうね。あれだけ急激に大きくするわけだから、まあ、日本でも禁止事項にはなったんだけどさ、あれ結構めんどくさいんだよね。まあ、例えば試合が始まります、あれ誰が受けるかっていうの分かんないんだよ。選手の誰もわからない抜き打ちと。抜き打ち。ああ、そうなんですか。で5回に発表されるの。今日ドーピングって、まあ試合中は伝える球団もあれば、はい、伝えない球団も多分あると思うけど、それ知らない。だいたい2人とか、はい、呼ばれるわけ、はい、試合終わってから、はい、そしたら夏場なんかさ、汗できっちゃってんじゃん、はい、水分もさ、そんなガバガバ飲んでるわけじゃないから、うん、おしっこが出ないわけよ。でもう目の前でやんなきゃいけないから、うん、隠せないから、はい、目の前なんだよ。意外に緊張したりだとか、汗できってるから、ね、おしっこがなかなか出なくて、帰りがもう試合後より2時間ぐらいかかったとかさ。だからあれ少量じゃダメじゃん、ある程度出ないとさ、はい、量が、あの尿検査みたいな感じがあるじゃん、はい、病院で、はい、やっぱあのぐらいは確実に出さなきゃいけないと思うから、だからそれが出るの大変だとか言ってたよ。へえ。最初から分かってりゃさ、利尿作用のある、まあちょっと水分とか取ったりとかいろいろするんだろうけども、まあそういう話を聞いたことある。でも面白いのがさ、ソフトバンクのちょっと外国人でさ、ちょっと名前忘れたけど、頭ハゲてるやつがいたわけよ。はい、ね、そいつがハゲの薬を飲んでたらしいんだよ、はい、気配薬みたいな。あ、はいはい、それがドーピングに引っかかっちゃって、いやいや俺飲んでないと、俺ドーピングなんか全く関係ないと、ね、で、なんでなんだって、はい、でお前が処方してる薬を出せと、あ、ね、だから出したらハゲに効く薬だったんだ、はい、それがやっぱちょっと少量入ってた。なるほど、ドーピングに引っかかる、はい、あれがそれかわいそうだよな。めちゃくちゃかわいそう。それで禁止になるんですか。気にだからもう悩んだともっとハゲたってそれはないけどないやいや、だからまあそういうこともあるよね。かわいい。いやだから今薬飲むにしても、はい、球団が管理してるから。風邪薬とかでもちょっとあれなんじゃない。あ、もう市販されてる風邪薬とかは安易に飲めない。なるほど。もうちょっとでも入ってたらダメってことだから、風邪っぽいって言ったらもうすぐトレーナーのとこ行って、ちょっと風邪薬ちょうだいだとか、まあ、そういうことをしないとダメだ。だから日本の、スポーツ界っていうのはもう大体全部そういう規定ができたんだよ。だサッカーだってそうだろうし、ハゲの薬も飲めないというか俺飲んでないからではないですね。飲んでる。もっと流行ってるやん。流行るわ。またした。